クリスタタ花の拡大図セロジネ属セロジネは、卵化植物の分類群の一つ。多くは、白っぽい花を水上につける。ヨーランの一つとして、古くから栽培されるセロジネは、東南アジアを中心に分布する卵化植物の群で、ヨーランとして、古くから栽培されてきた。大きな葉を持つ着生卵で、白っぽい花を水上に垂らして咲くものがよく、知られているが、形態的には、 より多様である。学名は、凹みと、女性を意味する二語からなり、これは、中東が深く凹んでいることに由来するとされる。学名の読みとしては、コエロギネも有力だが、園芸ではセロジネが定着している。普通は、樹上や岩の上に着生する、常緑性の多年層。茎は、細く横に生い、先端に、ニセリン系を生じる。ニセリン系は、飛行した卵型などで、 互いに接して生じるか、やや間を空ける。輪形の先端に1から4枚の葉をつける。葉は楕円型で、やや硬くて肉厚。花は、偽輪形の先端に、葉の展開と共に出るものと、偽輪形の基部から出すものがある。花形には一芸をつけるものから相乗に多数花をつける、ものまであり、花形は立ち上がるものから下水するものまである。またつぼみは、長い包容に包まれる。 花茎の花は一斉に開花するタイプと次々に開花しながら花茎が伸び続けるタイプがあり、校舎では数年にわたって伸び続ける種もある。花は小型ないし中型で色彩は白から緑が多いが赤みを帯びる種もある。新弁には黄色や黒っぽい斑紋が入るものが多い。学編は非新型から長大円形。側花弁は学編より 幅が狭いものが多い。神弁は三列し、側列弁が随中を包むように位置する。巨はない。随中は長くて側面に板状の突起がある。花粉界は四個。スリランカからインド、インドネシアを経て、フィージー諸島に渡る分布域がある。約150種が知られる。園芸方面では、丈夫で育てやすい初心者向けの洋蘭として、古くから知られている。 園芸方面での略号はコールである。色彩的には地味ながら根強い人気があり、白っぽい花は、華やかさを内に秘めた、控えめな女性を連想させるとも、病害虫の発生が少ないことも、栽培のしやすさにつながっている。ヒマラヤ周辺を原産とする低温 2C が、夏の高温が苦手なもの、逆に低地産で低温にやや弱く、夏の暑さに強いタイプがある。 前者としては、クリスタータ、オクラセアが、後者としては、マッサングアナ、ムーレアナなどが有名。クリスタータについて、塚本他は、最も一般に知られた、栽培用易な品種の一つと紹介している。またオクラセアは香りが強い。その香りは、柑橘系で爽やかとのこと。原種が流通することも多いが、後輩も数は少ないものの古くから行われている。 特に以下の種が有名である。この品種は1913年に登録されたもので、春に8から10個の花をつけた家系を繁華水させる。褐色は白で新弁に黄色が入る。古い品種であるが、いまだに人気がある。低温に強く強権で栽培しやすく、香りも良く、最も作りやすい品種でもあり、現在セロジネとして流通しているのは、種としてこの品種である。 インテルメディア宇田川 P172 宇田川は、文中での学名がな表記に、小エロギネを使いながら、記事名は、セロジネとしている。唐沢監修 P134、唐沢監修 P134 宇田川 P172、岡田 P141、宇田川 P172、岡田 P141、岡田 P141、塚本ほか、 P86、河村 P43、土橋 P190、岡田 P141、ありがとうございます。